どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京ぐるりインボークプレミアムガシャに、僕を人殺しにしないでくれが来てるんで、早速引いていきましょう。 SSR の、金木と錦ですね。まあもちろん欲しいのは金木なんですが、この金木くんなんかスキル使った時ちょっとあれですよね。幼いっていうかさ、なんていうか、まあ一番最初のあれだよね。アモンとの戦いの時のあれだし、多分そうだよね。そうだったと思います。はい、というわけで引いていきましょう。単発10回です。なんか最近さ、 SSR 引けてないから単発10回でね、欲しいんだよね。そろそろスキップ幸先が悪い。いつも SR から始まってたから、なんとなく来るような気がしてたんだけど、今回はちょっと、これ普通にレア10回も全然ありえますね、これ。ほい、頼む。これなんだ、 SR だろこれ。スキップ。もう SR だってさ、ほとんど持ってるし、そろそろ新しい SSR を、まあ来てもね、足りないんだよね。オールアッパーが、SR オールアッパーがよ、足りねえんだよ。教習もやる時間がなかなかないし、なんとでね、充電が減るのがね、やばいから、外でできないんだよね、なかなか。このゲーム。最近のスマホアプリってさ、妙に充電食うやつが多いじゃん。やばくないか？まだ SR1 枚なんだが、なんか最近ガシャ運悪いですね。グルカルの時もそうだったんだけど。渋くないか。あと3回。そろそろ十蔵のさ誕生日だから、新しいは作るのかな、それともなんか前に来た十蔵が復刻みたいな、そういう感じになったりするのかな。まあ新しいは作ると思うんだけどな。ジェイソン持ってるやつが来たらちょっと熱いな、激熱。ちょ待って、お前さ、そうこう言ってる間にもうレアなんだが、これマジ本当に今まで一番つまらんぞこのガシャ。これ SR か。あー SR か。こっから変わったりしてくんねえかな。そういう演出あってもいいですよ。はい、というわけでね、僕を一人殺しにしないでくれでは何の結果も残すことができませんでした。